カロリーナ・ゴチェバは、マケドニア共和国の歌手。2002年と2007年のユーロビジョンソングコンテストに出場した。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、マケドニア社会主義共和国、ビトラ出身、1980年4月28日、生まれ。10歳の時に、ビトラで行われたフェスティバル SI Do、およびシュティプで行われた、マクフィスト91に参加したのが、 音楽業界での第一歩であった。1994年からは、ユーロビジョンソングコンテストのマケドニア代表を選考するスコプジェイフィストのレギュラー参加者となり、1996年には9位入賞、1998年には4位入賞を果たした。2000年、彼女はレコードレーベルアバロンプロダクションズと契約、アルバム、 ジャスイマーアームペスノがリリースされた。同アルバム収録のナマではトシェプロエスキと共演した。同2000年のスコプジェイフィストにはダルコ・ディミトルフプロデュースのザ・ナズで挑んだものの、僅差で破れにいいに終わった。この頃から多くのフェスティバルなどへの参加を通じて、ユーゴスラビア県で次第に知名度を上げていったカロリーナは2002年に新アルバム ゾワスとソネットアイマクライをリリース。同2002年、オドナズ・ザ・バージーで、ついに念願であった、スコプ・ジェイフィストでの優勝を果たし、ユーロビジョンソングコンテストのマケドニア代表の座を、勝ち取った。ユーロビジョンソングコンテストへの参加に際しては、歌詞の言語名を、マケドニア語とすることに関して論争があった。レコードレーベル側は、英語での出場を希望したが、 テレビ局側は、マケドニア語で歌わないのなら、スコプジェイフィストで2位だったアーティストを、マケドニア代表として参加させると主張。結局マケドニア語での参加となった。ユーロビジョンソングコンテスト2002では19位に終わった。ものの、バルカン半島諸国での知名度を大きく上げることになった。2003年には、アルバム、ザニツ・コール・クベリダムをリリース。 そのまま多くのフェスティバルやコンサートに出演し続け、オフリドでのコンサートでは、ブラド・ヤネフスキを、スペシャルゲストとして招いた。この頃から、旧ユーゴスラビア諸国やブルガリアへも、彼女の人気は浸透し、ザニツ・コールク・クベリダムの収録曲をすべて、セルビア語で歌った、アルバム、カット・スベズ・ド・ナムセ・スクロープ、カオネ・カダをリリースした。2005年に、 モンテネグロのヘルツェグのビで行われたスンチャネ、スカレフェスティバルで、ルーザルーソカを歌い、4位入賞した。同じく2005年には、アルバム、VO The Bolave をリリース。この時、プロモーションビデオ撮影のため、チェコのプラハを訪問していたが、現地の制作会社とトラブルになり、2曲分のプロモーション撮影の予定を1本で切り上げて帰国。 この会社から10万ユーロの訴訟を起こされるという、スキャンダルに見舞われる。このアルバム、VO The b ブ a v e でも、セルビア語版のアルバム、You The Brave を制作し、リリースした。さらに、西部方言のクロアチア語で数曲歌った、特別バージョンもリリースされた。ユーロビジョンソングコンテスト2007にて、カロリーナは、オドナズザバジーで、ユーロビジョンソングコンテスト2002に、 マケドニア代表として参加し、19位に終わった。しかし、彼女の美貌には大きな注目が集まり、ミスユーロビジョン2002として選出された。彼女はこの大会への参加を通じて、バルカン半島を中心とする諸外国でも知名度を上げることになった。カロリーナは2007年にもユーロビジョンソングコンテストに、マケドニア代表として参加、猛助スベットを歌った。 ヘルシンキで行われたこの大会で彼女は準決勝18位に終わった。ありがとうございます。